ASP 広告代理店で働いた経験がある僕も、これはね、震えますね。全広告主で一律 URL を提出させる仕組みはさすがにやばすぎると。広告掲載 URL の出力専用プラグインみたいなのを開発しようかなと思っています。はい。ということで、今日の動画なんですけども、今日は全ブロガー、全アフィリエーターに悲しいお知らせがあります。なんと、業界最大手の A8 でくっそ恐ろしいことが始まってしまいました。で、今回何が始まったのかというとですね、広告。 掲載 URL の提出というものが始まりました。これ、わかる人にはわかる恐ろしさ。ねそんなことがね、まさか現実に起こり得るんだろうかと。ASP 広告代理店で働いた経験がある僕も、これはね、震えますね。 2023年9月はステマ規制の対応でてんやワんやだったんですけども、そんな日じゃないくらいに恐ろしい出来事ですね。これブログとかね、アフリエイトをするんだったら絶対に知っておかなければいけないことだし、なるべく早く知っておく必要があることだと思います。これからブログやる人も、今までもずっとブログやっていた人も全員が対象ですね。しかもステマ規制みたいに全記事に一律で広告表記すれば OK みたいなもんじゃないからやばいんですよ。 はい。ということで今日ね、全ブロガーを新刊させる広告掲載 URL の提出について解説をしていこうかなと思います。最初に事の発端となったステマ規制について簡単に説明をしていこうと思います。2023年10月1日から、警棒法によるステマの規制が始まりました。これ通称ステマ規制と呼ばれているものですね。これまでステマを直接取り締まる法律ってなかったんですけども、10月1日以降は、ステマ自体を警棒法という法律で取り締まれるようになりました。ステマダメ、絶対。ステマ、ここまで。 これめちゃめちゃ簡単に言うとですね、アフィリエイトをする場合は PR 表記が必須になったよということですね。まあ、アフィリエイト以外はもちろん対象ではあるんですけど、ここではね、一応アフィリエイトということで分かりやすく説明をしようかなと思います。で、これ自体はもうみんな知ってると思います。うちでも動画を出してるんで、まだあまりよくわからないよっていう人はその動画をぜひ見てください。 で、ステマ規制を破るとですね、広告主側が行政処分の対象になってしまうことになります。だから、広告主側の対応っていうのが今まで以上に厳しくなりました。ね、それでね、審査が厳しくなったりとか、案件の提携がなかなかできないとかそういうことがあったりするんですけど、これがですね、今回の広告掲載 URL の提出というところにつながってきます。で、今回 A8 が高らかに宣言した広告掲載 URL の提出とは何なのかということなんですけども、これね、2023年12月7日に A8 の公式スタッフブログに重要広告掲載 URL URL の提出開始についてのお知らせが突然投稿されました。もうこれが投稿された時にね、もうツイッターとかがざまついたわけですよ。で、これめっちゃ簡単に言うと何が起こったかっていうとですね、A8 の広告を掲載しているあなたのブログの全記事の URL を広告主ごとに管理画面から提出しなければいけなくなったということで。は <laughs> 気持ちはめっちゃよくわかる。 これね、日本全国の全ブロガー、全アフィリエーターが同時には、はって言ったと思います。これ僕も言いました。マジでは、はなんですよ。で、実はですね、広告主によっては、広告掲載 URL の提出っていうのは全然始まっていたんです。うちでも、その広告掲載している全 URL の提出と、なんだったら制約書の提出が毎月義務付けられてるみたいな広告主いるんですよ。で、ステマ規制でね、さっきも言ったんですよ。広告主側の責任っていうのがかなり大きく明確になったので、 広告掲載 URL の提出自体はね、珍しいことじゃないし、仕方ないのかなとも思います。その広告主として大きいところもあるんで。 そういうところはね、行政処分とか受けると、かなりその会社としてのダメージが大きいので、ある程度は仕方ないのかなと思います。ただですね、今回みたいに全広告主で一律 URL を提出させる仕組みはさすがにやばすぎると。何百個も広告掲載している人って結構いる。サイト数もたくさん持ってる人もいるし、そういう人どうするんだいと。で、これ結論を言うとですね、対応するしかないんですよ。なぜなら A8 を使わせてもらってるわけなんで、我々は。 そのプラットフォーム側がね、広告掲載 URL を提出しなさいと言ってくるのであれば、こっち側に拒否権はないです。というか、拒否して提携解除とかされたら、それこそお金稼げなくなってしまうからリスクが大きいですよね。で、この広告掲載 URL の提出方法についてなんですけど、A8 の管理画面から提出することができます。今のところね、2パターンですね、ざっくり分けると。で、1つ目のパターンは、広告の仕事に URL を入力していくというパターンですね。ただ、これね、正直手間がかかりすぎるから、あんまり現実的じゃないんですよね。 ま、特に初回はね、今後は記事がどんどん増えていった時に広告掲載するものが増えていったら一つずつ提出するっていうのは全然できると思いますけど、そうじゃなくて、最初なんで何十個とか何百個とか一気に提出しないといけないんですけど、それを一つずつポチポチやっていったらもう時間がかかりすぎてしょうがないと。しかもそれでね、ちゃんと漏れなくできるかどうかもわからないんで。ということで二つ目のパターンですね。二つ目のパターンが CSV ファイルで一括提出する方法ですね。どっちかって言えばこっちの方が現実的かなと思います。広告主の ID と、 記事 URL っていうのを一覧にして CSV でアップロードすると一括で登録できるという機能も用意してくれています。で、これ今から怖いこと言いますよ。怖いこと言うんですけど、今回 A8 で広告掲載 URL の提出スタートしたんですけど、A8 以外の ASP でも全然必要になる可能性っていうのはあるかなと思います。もう業界的にアフィリエイトするんだったらこういうのがないと、まあ実行が大きいからアフィリエイトできないって思う広告主はいるのかなと思うので、これは全然 A8 以外に波及していく可能性もある。あくまで可能性の話なんですけど、A8 って採用点なんで、 だから他の ASP が追随する可能性は十分にあるだろうなと。そうするとですね、ブログ記事に ASP の広告を掲載するときには必ず ASP への提出がセットになるということで、もうやばすぎて草越えて森。はい。で、もう一つ怖いこと言いますよ。もう一つ怖いこと言うとですね、あの、広告掲載 URL の提出って一回提出したら終わりじゃないんですよ。だってブログ運営をしていればね、日常的に広告掲載記事の増減ってあるわけなんで、だから新しい記事を書けば増えていくし、逆に記事から広告を削除することもある。 これどっちも申請しないといけないわけですよ。なので ASP を使ってアフリエイトをする限りは定期的にこの登録と削除を繰り返す必要があると。もうそんなんやってたらね、記事書いてる時間なくなりやんけって思ったらそこのあなた、大正解ですよ。マジで余計な作業増えすぎてブログ運営はどこにできなくなるけどそれでいいんですか ?A8 さんと言いたい気持ちはあります。 はい。で、広告掲載 URL 提出するのね、割とめんどくさいんですよ。なんかそんなの検索プラグイン使えば一発でできるやんとかね。こんな方法にすればすぐ終わりやんみたいなことを言ってる人いるんですけどね、ちょっとずれてる人が多いんですよね。なんでかっていうとですね、そもそも提出するのは記事の URL なんで。 A8 のアフィリエイトリンクを一括で取得したところで意味ないんですよ。だから、その URL がどこの記事に掲載されているのかっていう記事 URL を特定する必要があります。で、これだけでもかなりめんどくさいんですよ。言ったら。まあ、いいプラグインやったらね、ぜひコメント欄とかで教えてほしいんですけど、探したところね、あんまりないんです。あとで一個だけ紹介するんですけど。で、さらにですね、その記事 URL を一括で送ればいいっていうわけじゃなくて、これをね、広告主ごとに記事 URL 提出するっていうのがめちゃくちゃめんどくさいわけですよ。 だから A8 のリンクが載っている記事 URL を取得するとか、まあ、ここまでは別にそんなハードル高くないんだけど、その広告主 ID と、この記事 URL の紐付けみたいなのをするのがめんどくさいと。まあ、アフィリエイトリンクからね、直接広告主 ID みたいなのを割り出せればいいんですけど、それっていうのはできないので、だからそれ別でリストを作らなきゃいけないので、そこがめんどくさいと。まあ、多分今の話だけを聞いてもね、えつまりどういうことってなってる人が多いと思うんですけども、まあ、要するにみんなが思ってるよりて対応に手間がかかるということですね。 えっと、さっきも言ったんですけどね、まあ一応プラグインみたいなのもあって、それ紹介しておくんですけど、現状でも対応する方法っていうのはあるんです。まあこれからこれに関するね、プラグインとか他の人が作ってくれるかもしれないんですけども、まあ今現状でね、すぐにできる対応としては、例えばですね、ワードプレスのプラグインで、Export Any WordPress Data to XML CSV というプラグインあります。これ通称 WP All Export と言われるものなんですけども、これのですね、無料版ではなくて、有料版ですね。 有料版ノートを使うと条件指定してデータのエクスポートができるんです。なので、例えば A8 のアフィリエイトリンクを前方位置とかでフィルタリングしてやると、その A8 のリンクが掲載された記事 URL っていうのを一括で取得できます。だからここまではできるんで、あとはそれ一つ一つ広告主の ID っていうのを紐付けてやって、まあ、CSV ファイル作ってアップロードするっていうことで対応することはできるっちゃできるんですけど、たださっきも言ったんですけど、これ無料じゃなくて有料なんですよ、このプラグイン。これ使うには99ドルを払う必要があります。まあ、正直、このためだけに99ドルを払う。 今だったら1ドル150円ぐらいなんで15000円ぐらいですかいや、ちょっと高いですよね。しかもこれ導入したところで A8 以外でも同じような対応を求められる可能性もあるのでそうすると定期的に a s p ごとにフィルタリングしてエクスポートして CSV ファイルで作ってっていうのはやらなきゃいけない。うん。まあ、めんどくさい。手間もかかる。じゃあどうするっていう話なんですけど。まあこの広告掲載 URL の出力専用プラグインみたいなのを開発しようかなと思っています。それはね、僕がっていう話ですね。あの、簡単に URL 出力できるよう なものがあれば便利だし、自分もそれをやっていかなきゃいけないので、じゃあそういうものがないなら作ろうかなという感じですね。そのプラグインを使うと、一つずつ手作業でやる必要もなくなるし、定期的にメンテが必要になったとしても簡単に対応できるようにしようかなとは思ってます。ただ、ぶっちゃけた話ですね。これ、こっち側が、まあ僕もそうだし、他の人もそうなんですけど、どんなプラグイン作ったとしても、今の A8 の広告掲載 URL の提出システムだと、あんまり実用性ないんですよね。例えばですよ。 これ、掲載 URL を削除するっていうことがあるんですけど、削除しようと思うと、今のシステムどうなってるかっていうとですね、一件一件 URL 調べて、チェックして削除しないといけないんです。管理画面で。いや、さすがに面倒すぎるやろと。掲載 URL を一括で CSV でアップロードしてね、例えばそこに掲載がないものは、もう自動的に削除されるような仕組みがあればいいんですけど、そういうものがなかったらもう面倒くさすぎると。だって広告を新しく掲載した URL だけじゃなくて、広告を削除した URL っていうのも追跡しないといけないので。 いや、それは仕組みとしても面めんどくすぎるんで。なので、その辺はね、今後の A8 の努力にかかってくるわけなんですけども、広告掲載 URL を提出させるなんて面倒なことをさせるわけなんで、そのくらいはやってほしいですよね。というか、できればね、API とか公開してくれればめちゃめちゃ楽になるんですけど、どうですか、A8 さん。誰か届けてください。 はい。ということで、まあ、プラグインを作って対応しようかなとは思っているんですが、やっぱりね、自分が使いやすいプラグインっていうのは自分で作るのが一番だなと思っています。まあ、他にもね、あの、SNS を見るとプラグインを開発してくれる人も何人かいるっぽいんですけど、やっぱね、それだと自分の欲しいプラグインにならない気がするんですよね。まあ、僕は自分自身でやってるので。 多分、そういうのを作る人って自分でブログやってないパターンが多いんで、大体こんなもんでいけるだろうみたいな感じで作ると思うんですけど、まあ僕は自分でやってるので、まあこういう風な仕様になってるといいなっていうのがあって、まあそれをやっぱ実現しようと思ったら自分で作っちゃうのが一番かなと、まあそうじゃないんだよ、こうしたいんだよみたいなのがあるから自分で作っちゃうっていう感じですね。はい、まあできたらね、あの何かの形で公開をしようかなと思います。まあ無料で公開できたら無料で公開するんですけど、メンテも必要になりそうなんでね、あの他の SP とかのもいろいろあったりして、まあちゃんとやっていかないと、 今後のブログっていうのがなかなかできなくなる気がするので、まあ、なので無料でなくても安い金額で、まあ1000円とかね、500円とか1000円とか、まあそのぐらいのお金は取るかもしれないんですけども、そんなの公開しようかなと思うので、まあよかったらね、まあそんなのも検討してみてください。まあ一応そんなの考えてますということですね。あのもちろんなんか他にいいプラグインがあるば別にまた作ったりはしないので、まあそういうのね、何かいいものがあったらコメント欄とかで教えてください。ということで今後の最新 AI。 ブログについて解説をしていこうと思うのでよかったらチャンネル登録してください。はい、えっと、ブログの話をしたらせっかくなんで本の宣伝させてください。ブログライティングの教科書という本を去年出版させていただきました。朝日新聞出版さんから出版しました。世にも珍しいブログの記事の書き方に特化した本ですね。ブログはウェブライターさんだったら必須なノウハウとか知識がいっぱい書かれていると思うのでよかったら買ってください。全国の書店、アマゾン、楽天なので買うことができます。電子書籍でもあるのでよければどうぞ。はい、ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、 ましたはい、ということで、アフタートークね、まあ本編の最後にでもくっつけてほしいんだけど、あのー、今回の全 URL を提出させて ASP とか報告主、お前らチェックするんだろうなみたいな話がね、SNS とかであったりするんですけど、いや、これね、現実的にはチェックしないですよ。これチェックしない、絶対に。 なんでかって言ったら、僕 ASP とか国告代理店で働いていた経験があるから間違いなく言えるんですけど、いや、そもそも忙しいわけですよ。ASP とか国告代理店ってやることめっちゃあるんで、その中でね、その全メディアの全部の掲載記事をチェックするなんてことをやってたらきりがない。しかも、これって提出時だけじゃなくて定期的にチェックし続ける必要があるわけですよ。だってほんまにその記事がちゃんとしてるのかどうかっていうのは判断しないといけないわけなんで、ほんまにやろうと思ったらね。 だから現実的には提出はされるけど、チェックなんてできないだろうなと思っています。なんだろう、ご利用してね、納金でチェックするっていうところがあるかもしれない。まあ、全部とは言わないけど、多分チェックしないだろうなと思います。はい。で、結局、この広告掲載 URL の提出って何かっていうとね、おそらくですよ、ポーズだけの気がするんですよ。まあ、要はやらせているだけというか。で、要するに何かっていうとですね、ステマ規制で広告の人が ASP が何かを言われた時にですね、いや、うち、ちゃんと媒体の管理してましたよ。全記事の URL も把握してるんで。 でも、そうやって管理はしていたんだけど、知らないところで勝手にメディアがやっちゃったんですって言えるようにしてるだけなんじゃないかな、ちょっと思ったりはしますよね。まあ何もしてないと、だって広告の主側の、あの、監督不十分みたいに言われちゃうんですけど、いや、そう言われないために、掲載。 url とを出させてる。まあ、何かあった時に実際すぐにチェックできるっていうのもあるんですけど。まあ、現実的にじゃあ日常的にとか提出されたら全部チェックするかって言われたらまあしないだろうなと思います。するところもあるよ。あの、大手とかそういうのをかなり気にするところっていうのは全部チェックしてるところもあると思いますけど、じゃあ全部のコック主がチェックするかって言われたら多分しないだろうなという感じですね。はい。まあ、面倒だからね、今回のこんなコ掲載 url なんてやんなくていいやみたいな。そうやってね、あの今言ったみたいにどうせチェックもされないんだろうっていう 思ってる人いるかもしれないんですけど、なんかね、多分広告主側はそうなったらそうなったでいいと思ってるんじゃないかなと思っていて、何かっていうとですね、ちゃんと掲載 URL を提出してこない人がいるんだったら、いや、この人約束守ってないから面倒見れないよって言えるわけじゃないですか。まあ、切り捨てられるって言ったら変な言い方かもしれないですけど、まあ、そういうことができてしまうわけなんで。はい。だから、まあ、対応しないっていうのもディスクがかなり高いんでね、そういう意味では、 まあそのリスクを抑えるためにもちゃんと対応する必要があるかなと思いますね。この広告掲載 URL のテストに関してはね、やり方とかうん、そういう仕様みたいなところも含めてまだまだ変わりそうな気はするんで、まあ今後もね、ちゃんと注意しておかないといけないなっていうのは思います。チャンネル登録よろしくお願いします。